ここは兄ちゃんおすすめのバナナジュース専門店、キッチン花子さんです。こんにちは。こんにちは。キッチン花子さんのこだわりを教えてください。はい、こだわりは3つあります。1つはしっかりした追熟したバナナを2日間冷蔵で寝かせて冷凍バナナを使用します。もう1つは牛乳です。郡山の石むしろさんの特別な牛乳を使っています。こちらの2つの食材をしっかり合わせて氷と砂糖不使用で真面目なバナナジュースを作っています。花子のバナナジュースをともに観光遊覧船ゆっくりとお楽しみください。兄ちゃんは今アクアマリンパークに来ています。これからシャンシャインシーガルに乗ります。重要港湾、新産業都市に指定され発展した小名浜、漁港、観光、工業の3つの顔を海から見ることができます。本来であればカモメやウミネコが餌を求め船の後を追ってきますが、4月から6月は繁殖期のためその姿は見れず残念でした。シャンシャインシーガル、みんなでシェア。